はい、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。お腹すいたんでご飯食おうっていう動画なんですが、何食うかっていうとですね、ナポリタン、大盛りナポリタン買ってきました。180円です。これ180円ね。で、これに、普通にこれを食うだけじゃ面白くないんで、ミートボール買ってきました。これ3つ、3袋入ってるんですから、これ全部合わせてね、半額で70円ぐらいなんで、これ2つ合わせて250円なんだけど、3袋全部使わないで1袋だけ使おうかなと思います。ナポリタンの上に、ミートソースの、このミートボールが乗ってるというですね、ミートボールスパゲッティを作りますね。これは何か、あ、もちろんルパン三世、カリオストロの城のですね、シーンで有名になった、ミートボールスパゲッティをちょっと作って食おうという動画なんで、よろしければ最後までお付き合いくださいって。簡単だよね。なんだこの簡単さ。まずこれを電子レンジでチンするだけなんですが、500ワットで7分もやんなきゃいけないんで、非常に時間がかかりますので、7分かかります。7分間待つのだろうってことで、これポンと入れて、7分。これで7分やりますんで、お待ちくださいということで、7分もやんだらすげえな、これな。それでこんな感じでね、とりあえず電子レンジのチンが終わったんですけど、あっちゃ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 。それで今度はですね、この上にミートボールを乗せようということでございまして、今日はミートボールスパゲッティでございますので、このミートボールをですね、買ってきましたので、めちゃんこ安い。これ一袋だから、25円ぐらいなんですよ、これ。安いよな、これ。うん。これ一つだいたい25円ぐらいしかしないミートボールなんですが、これをですね、このスパゲッティの上に乗せて、で、もう一回、チングをするということですね。で、これまず切りますね。こうやって切って、こうやって開けるわけですね。こうやってですね、前にもご紹介した通り、このお皿の上に開けないで、こうやってビニールをこうやって使うことによってですね、このお皿が汚れないんですよね。で、こうやって僕は効率的な生活をしてるわけですね。で、これがミートボール、照り焼きソースミートボールですね。マルタイ食品でございますね。それをこうやって上にこう乗せるわけですね。うん。これ冷たくてもまあ美味しいっちゃ美味しいんだよな。ちょっとどんなもんだ。うん。かなり甘いな、これ。うん。それで、まあ、こんな感じで上に照り焼きミートボールを乗せたんで、で、僕はこれで、電子レンジでチンをするわけですね。はい。うん。よし。うん。それでまあ、うん。はい。それでまあ、これが温まれば、まあ、出来上がりということでございまして、一応まあ、このナポリタンなんですが、これはですね、180円から200円しないんですよ。180円ぐらいで、ビッグエーというスーパーで、買いました。うん。内容量、340g、370g か。370g で、543kcal。ね、冷凍食品、ゆだスパゲッティ、調理済み。うん。玉ねぎ、人参、ピーマン、砂糖。そんなものが入ってますってことですね。はい。うん。デュラム小麦のセモリナ 100% のスパゲッティをナポリタンにもっちり食感で茹で上げましたって、そういう感じですね。たっぷり 370g ってやつですね。要冷凍、冷凍食品、日清スパオでございます。日清スパオってことですね。で、こっちのミートボールの方が、国産鶏肉使用トップバリューベストプライス。トップバリューだからイオンですね。はい。それで、これ一袋で157kcal。で、中身が、だから鶏肉、うん、うん。鶏肉、玉ねぎ、つなぎパン粉、バレーショー、天粉、砂糖、醤油って、そんな感じで、こんな風にご用意されてるってことですね。で、もうこれで大体できたと思うんで。はい。よし。うん。よし。完成でございますね。電子レンジで温めただけというですね、非常にですね、まあなんていうかな、うん、適当でございますか。はい、じゃあいただきたいと思いますね。で、一応ですね、この、うん、なんで食うかっていうと、僕は一般的にいつもですね、お箸でいただくんですがね、ルパン三世はなんだっけ、あれだっけ、フォークでくるくるくるって巻いて食ったんだよね。うん、で、こんな感じでございますね。ミートボールスパゲッティ。何がルパン三世でバカ野郎みたいな感じですね。まあいいや、いただきます。うん、うん、うまいね。うん。で、まあ上に乗ってるミートボールですね、ミートボール。うん、うん、うん、普通。で、ミートボールとこれと、ミートボールをな絡めていく。いただきます。うん、うん、まあこんな感じですね。ルパン三世のさ、
映画、俺カリオストロの城は最初見た時は感動して泣いたね。俺ね、あれ見たのはね、あの俺あの東京都内の高田の馬場ってところに俺ずっと住んでたんだよ、あの生まれ育ったところが。これ新宿区で生まれ育ってる人間なんだよね、東京都の山手線の内側で。で高田の馬場の駅のすぐそばのね、あの西友ってスーパーあるじゃん、あれのね地下が当時映画館だった。高田の馬場のね山手線の外側、おたき橋通りっていうのをちょっと歩いたところにね、でも西友ってスーパーが、まあ、その西友が今でもあるんだけど、その地下に映画館があった。今ねライブハウスになってる。今ライブハウスになってるんだけど、そこがね、その映画館がね、で僕はねまだ高校生だったと思うけどな、あのルパン三世カリオストロの城をそこで見たんだよね。なんかとの2本立てだったか3本立てだったんだけど、他のやつは何だったか覚えてないんだけどさ、あれはなんか泣いたね。なんかさ、ルパン三世ってそのシリーズ化してるさ映画だったから、あのそういうテレビドラマのさ、テレビアニメのなんかあれだったから、あんま記載してなかったんだよね俺あれ見た時は。別のあのなんとか別にこうその3本立てみたいにさやってた時な、他のやつを見に行ってついでに見たような感じだったんだけどね。感動して泣いたね、ルパン三世カリオストロの城は。銭形警部がさ、テレビシリーズだとさ、あの銭形警部ってあの警視庁なんだけどさ、なぜかルパン三世のさあの映画の中ではさ、銭形警部が乗ってるパトカーがさ埼玉県警って書いてあるの、あれがなんかおかしくてさ。あと銭形警部がさ、あのなんかそのお城の警備をしてる時にさ、なんかご飯食べてんだけどさ、それがカップ麺なんだよね。それでまあルパン三世もなんか外でさ、なんかカップ麺食ってんだよね。それであの小滝役のそのなんか相手のそのなんか王国のさ、なんかお偉いさんがなんかちゃんとしたディナー食ってんだよね。あの辺のコントラストとかすごい面白かったよね。あのカップ麺を食うあの銭形警部とルパンってあれも面白かったね。やっぱりなんかこの、このスパゲッティ、あのこのミルクボールスパゲッティのシーンもすごい印象残ってるよね。こうやって撮ってさ、ぐる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 って巻いて2人でさ、あのルパン三世とあれで撮り合うシーンね。ルパン三世はあのカリオストロの城は面白いよね。あれは本当面白いなと思った。オープンのあのなんか銀行強盗みたいなことをやるシーンからさ始まってさ、あれすごかったな。しかしあの銭形警部ってキャラクターもすごいよね、あれ考えた人ね。ルパン三世もね、ほんと歴史あるね、ドラマになったけど、実写版とかあるんだよな。これでね、銭形警部演じてんのがね、伊藤四郎。実写版はね見てないけど、なんかあんま面白くないって話なんで見てないんだけどさ。ということでね、まあとりあえず、さらっと700キロカロリー食っちゃいましたみたいな感じで。でこうやっていただいて、でこの袋こうやったらこのまま捨てるわけさ。捨てると下のお皿が汚れないって、こういうねいただき方を私はいつもしてるんで、一応ご紹介ということでね。こんな感じかな。というわけでね、
大盛りナポリタンスパゲッティをいただいたということで、ミートボール入り、ミートボール入り、大盛りナポリタンスパゲッティをいただくということで、とりあえず、動画出すことにしよう。どうもありがとうございました。大変失礼いたしました。すみません。